続いてのホットな話題です。仙台いろはが手掛けるフリーペーパーいろはマガジンの最新号が現在配布中です。マキさんはおしゃれカフェが一体になった図書館って行ったことありますか？はい、多賀城市立図書館とかもそうですし、はい、まあ、最近は増えてますよね。そうですよね。そんな図書館が宮城県内にまた新しくできたということで調査してきました。今回私がお邪魔したのは JR 名取駅の目の前、去年12月にリニューアルオープンした名取市図書館です。館内に入ると右手には図書コーナーが、そして左手には ありましたすっごいおしゃれな雰囲気ですね。名取市図書館の中にオープンしたこちらのカフェは仙台市内で人気のカフェモーツァルトの姉妹店。店内にはおしゃれで個性豊かな椅子がたくさん。私も気になった席でおすすめのメニューをいただきます。程よい塩加減 でエビがプリプリで美味しいです。本を読んで小腹が空いた時にこちらに来て食べられますね。嬉しいですね。また図書館に併設されたカフェならではのサービスもありました。図書館にある本を持ち込んでカフェの中で読むこともできますし、カフェで頼んだお飲み物をテイクアウトカップで蓋をつけて図書館の中に持ち込んで本を読むことも可能です。はい、最近は図書館へ行かなくなってしまったという方にも、人気カフェの味がまた図書館へ足を運ぶきっかけになるのかもしれません。現在配布中のいろはマガジン6月号では、今回ご紹介した名取市図書館をはじめ他にもおすすめスポットを掲載しています。ぜひチェックしてください。